本来の意味からすると、サザンブルーズ、と呼ぶべきなんだ、とバディガイは、N。ネットフリックスの番組、セビット・レターマン、今日のゲストは大スター、で語った。セビット・レターマンは、ブルーズの巨匠の一人として称賛されるバディガイから、シカゴブルーズの誠のルーツを学んだ。二人の会話は、ネットフリックスの番組、デビッド・レターマン、今日のゲストは大スターのエピソード、2018年5月4日より配信開始、せみることができる。私の意見では、シカゴブルーズというのは、他のブルーズミュージックから独立した存在だと思う。のです、と、コメディアンであり司会者でもあるレターマンが、ライトダイナーで食事しながら話す。しかしギターアイコンは、それは地理的な偶然の一致だとして、一括りにサブジャンル扱いする見解に対して異を唱えた。デビッド、俺はこの手の質問を何百万回も受けてきた、とガイは言う。でもいいか、俺に言わせれば、そのどれもが本物のシカゴミュージックじゃないんだ。俺たちはみんな、南部の出身だったが、チェスブラザーズがシカゴでレコーディングしていたから、ここへ来たんだ。それ以来、俺たちは、シカゴ、の代名詞で呼ばれるようになった。だから本来の意味からすると、サザンブルーズ、と呼ぶべきなんだ。バディガイの出演シーンは、ティナフェイをゲストに招いた番組のエピソード、2018年5月4日配信、で見られる。同エピソードでは、テレビドラマ、30ロック、のクリエイターであるフェイが、デートショーのベテランであるレターマンに、即興コメディの基礎を指導している。今日のゲストは大スター。では、フェイ以前に、バラク・オバマ、ジョージ・クル。E、マララ・ユスフザイ、J、セットをメインゲストとして招いている。本記事は、ローリング・ストーン・ジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。